阪神4-1西部、8日、甲子園。阪神のジェレミー・ビーズリー投手が8日、甲子園で行われた西部戦に先発し、9回に1点を失ったが4安打、119球の熱闘。来日2年目の初関東で4対1の勝利に貢献し、今季3勝目を挙げた。中継ぎ陣に疲れも心配される中で、一人で最後まで投げ切った助ッ人に、ファンは、 メッセンジャーの再来と阪神で10年間プレーし、3度の最多投球回などを誇ったタフネス右腕に重ねた。写真、どうしても食べたかった、日本食阪神助っ人が訪れた、チェーン店、に反響。5月18日に登録された28歳のビーズリーは今季初登板となった同日のヤクルト戦で5回無失点、同25日の巨人戦で6回無失点。 6月1日のロッテ戦は白星はつかなかったが、やはり6回1失点と高騰した。この日も8回まで0を並べ、9回に安打や死球、自身の冒頭も絡んで1点を失ったが3勝目をマーク。防御率0.69と抜群の安定感を示している。最後の打者、長谷川新香な外野手を左皮に打ち取ると、帽子を高々と天に掲げて喜びを示した。 頼れるスケット右腕にファンは、2010から2019年まで阪神に所属し、10年間で98勝、計1606回3分の1を投げたランリー・メッセンジャーの姿を重ねた。SNS 上には、マジ救世主、投げるたびに良くなっている、メッセになれる野郎、メッセンジャーみたいな雰囲気、神スケットか、あのガッツがいい、といったコメントが寄せられていた。